薬丸寺建流、薬丸寺建流、薬丸寺建流とは、薩摩藩士、薬丸県知が、次元流を治めた後、家電の野立の技をもとに編み出した、古竜剣術である。野立寺建流、野立寺元流、野立寺元流、薬丸流、薬丸八元流、または単に寺建流とも呼ばれる。伊藤正雄によれば、野立寺建流が正式名称であるとされる。 読みが同じな上に、盛んな地域も同じ薩摩のため、しばしば自元流と混同される。平安時代の伴い健康が伝えた友の氏家電の野立の技が元流とされる。健康は、薩摩に下り、大隅の豪族肝付氏の祖となった。肝付氏の分家に薬丸家があり、代々家老を務めたが、また家電の野立の技をも伝えたという。これに関して、 平安時代に野立は存在しないため、加減の野立の技とは、人達のような単に長い刀の剣術を指しているか、または、なぎなたのような武器術のことではないかと考えられている。特に戦国期の薬丸子雲は、名称として知られる。肝付氏が、島津氏に服属するにあたり薬丸家も、島津家の家臣となった。その時の当主、薬丸金なり、生き守る。 水見雲の孫は、野達の技の達人として名高く、耳川の戦いでは、ウイジンの統合獣医、後の次元流海祖の海造役も務めている。金成の孫、薬丸金信、女水は、家電の野達の技を学んだが、屋敷が近所で祖父の縁がある、統合獣医の門下となった。金信の次元流は格別の上達を見せ、ついには御皇帝の一人に数えられるまでとなった。 かつて警父の上では、この金信を薬丸寺件流の流祖としていたが、現在の薬丸宗家及び幕末に寺件流を採用したカジキ島津屋ともに薬丸金なりを初代としている。明治初年に刊行された三周囲、カオルでも寺件流に関して薬丸金武を旧代としており、逆算すると金なりが初代となる。この後、 薬丸家は代々東郷家の皇帝となり、東郷家が不審の際にも、あくまでも次元流を盛り立てていった。しかしながら、薬丸家には、家電の野立ちの技があり、代々の薬丸家当主は次元流の影響を取り入れながら、徐々に独自の剣術を形作っていった。例えば、現在の薬丸次元流の稽古の一つ、内回りは、金信の孫の薬丸剣喜びの公案と言われる。 そして、江戸後期の薬丸金武、長左衛門に至りついに次元流より独立し、助水殿あるいは次元流、次元流かを称した。この時、次元流との間で弟子の移動があって、トラブルになり、また、島津家の覚えも良くなく、金武は、薬島へ流刑となった。この薬丸金吉、犯左衛門の第に、藩より、ようやく堅実師範家として認められた。 藩主、島津成沖は乗り気でなかったと伝えられているにも、かかわらず市販家として復活した陰には、当時軍政改革の責任として就任したばかりの、過労、図書広里の権威があった。このことは、島津成明文書上官に、薬丸剣術の採用は、調べ書洗い左衛門の,の取り立てによる旨がある、ことからも明らかである。天保改革時に、磯の別邸で、 成岡隣石席の下、次元流が、初めて次元流と共に演武をした記録もある。金吉は、県名が高く、多くの弟子を育てた。薬丸流は、郷中教育に取り入れられ、下級藩士を中心に伝わり、門弟たちの中から、明治維新の元君が数多く出たため、薬丸丼の剣として巧妙になり、明治維新は、薬丸流で叩き上げたと言われるまでになる。 第二次世界大戦後は、代々薬丸家に伝承した野田知事権流も、後継者として期待された第十二代、薬丸県吉の長子薬丸県教が、沖縄戦で戦死し、薬丸本家が断絶した。その際に、野田知事権流、薬丸本家最後の当主である、薬丸県吉は、もうこれで、事件流は、終わりとするとした。しかし戦後の武道人口の減少に対処すべく再度の、 復興を期して、昭和32年に、薬丸県基地の領海の下、皇帝、奥田正夫とその弟子、伊藤正夫が中心となって、最初の薬丸流門人組織である、野立寺験流研修会が発足した。平成10年には、研修会門邸であった、中山正春と、東隆一が中心となって、薬丸野立寺験流保存会が設立された。その後、 薬丸健吉の弟、薬丸孝吉を第十三代、その孫で当時保存会門弟であった薬丸金秀、薬丸康を第十四代宗家として独立したのが薬丸寺県立県商会である。また、平成十九年には奥田正夫の皇帝であり、当時県商会に所属していた別府修一が野田知事県立奥田派、平成二十七年により、 野田知事権流表彰会と解消の師範として独立する。一方、平成4年に伊藤正雄の弟子である伊谷俊幸は滋賀県大津に薬丸事権流大見道場を設立した。また、同じく伊藤正雄より事権流を受け継いだ梶木島津屋第13代当主、島津義秀は平成15年に設立した NPO 法人、 島津義弘広報3回の活動の一環として、野田知事県立研修会生雲社道場にて同流を修行している。薬丸流は口述する、段位制度や技法、稽古法、礼式等に関する認識の違いから、現在では様々な会派に分かれている。しかし、本来段位制度がなく、薬丸本家も断絶しているために、 師範及びその後継者となる者の選の考基準、流派の技自体が少なく、因果上もないため、技を覚えれば、理論上は誰でも師範として道場を持つことができるや、公開演武における各会派の出演権など、各会派の問題も少なからず、残されている。やりとめ以降は苦伝である。はや、捨てや、やりとめ等、技なに、流派の元となった。 次元流の影響が見られる。抜きの稽古では、本来は木刀を用いるが、現在では刀剣の双方を学ぶという観点から、居合刀を用いて抜きの稽古をしたり、演武において真剣を用いる会派も存在する。戦前にも真剣で薬丸流の演武を行った記録が見られる。八章の構えより剣を天に向かって突き上げ、腰を低く落とした。 次元流とは異なる、トンボの姿勢を基本とし、王木打ちを反復して練習する。ちなみに、時代劇や剣術の解説書等で、影楼の構えと説明されるが、構えとは敵の攻撃からの防御を意味する言葉なので、薬丸寺賢流の修行者はこの呼び方を嫌い、影楼を取ると呼ぶ。これは次元流にも共通である。薬丸寺賢流は先制攻撃を重視する流派であり、 一万一、敵に先制攻撃を仕掛けられた場合には、自分が切られるより先に、一瞬の差で相手を切るか、相手の攻撃を自分の攻撃で叩き落とすかで対応する。防御のための技は一切ない。また、抜刀術的な技である、抜きも備え、抜け、即斬、抜刀がそのまま斬撃となるの意と称される、神速の攻撃が特徴。 刀を腰に刺した状態からの電光石火の切り上げは、かわすのが困難だったと言われる。一度刀を抜いたら、相手を切り殺すまで攻撃を止めることはない。次元流よりも技の数が少ないが、一つ一つの技は次元流よりも強烈であり、その少ない技を徹底して鍛え上げる。実践的で有名な次元流よりも、さらに実践を重視した剣術である。また、次元流のような、 難解な精神論はもちろん他の流派と比較しても、複雑な精神論は存在せず、ただ、一のたちを疑わず、二のたちは、負けという一撃必殺の精神を尊ぶ。長大なの立ちと特化して鍛えられた振りの破壊力は、凄まじく、逸話には、埋虚に、糸間がない。幕末の構想で、薬丸寺県流と戦い敗れたものの中には、初立ちを受けようとして刀ごと切られた遺体や、 巻きわらのごとく、胴体を切断された異様な遺体も多かったという。また西南戦争の際、打ち込みを小銃で受けた兵士が、小銃ごとず、舞骨を叩き割られたという記録も残っている。薬丸寺拳流がいかに実践的な剣術であるかを証明するエピソードである。生麦事件の際、馬上のイギリス人に初立ちを浴びせたのは、薬丸寺拳流を治めた、 奈良原木左衛門であった。奈良原は、要は、日本産の馬より、背が高いに乗った人物に対し、抜きで抜刀しながら飛び上がり切りつけたと言われている。打ち込みの際に発する劣迫の気合は、遠鏡と呼ばれ、鳥の締められる声などと例えられるほどの、独特の掛け声を用いる、小説や漫画で、チェスト、と叫ぶ場面があるが、実際にはそうは言わない。キエッ と叫んでいるように聞こえる。このことから、薬丸寺県流を知らない人からは、異常な人物ではないかと誤解を受けることがあり、薩摩藩、第27代藩主、島津成沖は、薬丸寺県流の稽古を見た際に、まるで吉街剣術ゃと言って、席を立ったと言われている。近年も、同様の理由で、東京の練習場を、住宅街の中にある区本物から連の、 自衛隊訓練場に移転を余儀なくされるなどの事態が起きている。しかし、地元では、小学生による演武の見学なども行われており、徐々にではあるが認知を獲得しつつある。薬丸流が教授されていた郷中教育では、薩摩藩士の死風形成の一環として、天覆といわれる、百八に似た30センチメートルほどの素朴な古山地区、ホテ竹タケの縦笛、 芝笛、薩摩琵琶が盛んにたしなまれたとされる。薬丸流における呼吸法は、これらの楽器と共通しているとされ、剣術の稽古と、編集している会派もある。野立事件流は、基本的に段位というものが存在しない。流派の元となった次元流は、東郷家の一子相伝の形を取りながら、密教と密接な哲学感を持ちつつ、 免許制度が継承されている。ところが、郷中教育や、戦時中の軍事教練と共に発展した、野田知事権流には、本来免許制度というものがなく、伝達の道筋も、自己研算次第と言われる。古くは、人をけさがけに一刀両断できれば、免許改伝と言われた。また、かつて玉割りより郷が進んだ修行者には、直径8センチメートルの空竹に藁を巻き、 その上を縄でぐるぐる巻いて、総直径20センチメートルほどにして、人読みにつけ、翌朝これを地上に立てて、真剣で両断できれば、人体を両断したものとして、免許改伝を授けられた。しかし、昭和47年には、奥田正雄、伊藤正雄、一丁田志郎、長田勤、中山正春らの皇帝が中心となって、若手練習者の希望と、 意欲向上の一助として試験的に段階設定を採用し、段位書を交付した。松永森道、薬丸寺建流、昭和51年によれば、以下のような段階となっている。2年以上の練習したもので次の点について検討する。以下格段について、以上3点を基礎とし、各々についてさらに次の点につき検討する。5段審査合格したものについて、 適に審査委員会に諮り、師範の資格を与える。現在、このような段位制度を採用する会派もあれば、古来の制度を牧手して、団位制度を採用していないものもある。幕末、明治の著名な門弟は、以下の通り、上記のうち、中でも、薬丸金吉の皇帝中の皇帝とされたのは、大山綱吉、江夏駐在衛門、森山晋三、山口金之進という、 また、太平洋戦争時の陸海軍参謀だった以下2名も薬丸流門家である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。